せーの、下町上町中町です。始まりました。ということで今日は何ですけど、今日はアイス食べ放題。はい、ということでセブンイレブンのアイス全種類です。ちょっとなんか小豆とかもいろいろあったのよ、うん、でも小豆とか俺ら食べれないから、うん、その食べれないものは買ってないです。食べれそうなものだけの全種類を買ってきたので、めっちゃあります。ということで、まあ一つ一つ紹介していくか。まずまあおなじみのはもうサクッといくわ。いい三脚はないわけ。俺らまだ YouTube 始めてから三脚まだ変えてません。もっとあるでしょ。この三脚で毎回ストレスあるからな俺ら。でもこの三脚にちょっと憧れて、この間買ってみたの Amazon で。何憧れ。そう、この前なんだかんだこの三脚憧れで買ってみたんだけど失敗した。それ憧れるのマジで意味わかんないし、まずどう。YouTuber 三脚何使ってんの教えて。いや本当に何使ってんのみんな。何使ってんのみんな。マジで。マジで。結構あのでっかいやつが多いよね。ああみんなね。あのでっかいさ、確かにガッチャンっていう。俺らも本当もこれぐらいのこれぐらいのやつ、セルフィーカメラみたいなそういうやつでやってるから。じゃあ早速まあサクッともう有名どころサクサクやっちゃえば、このソーとかね、クーリッシュもこの桃とバニラとかも、まあ、そうみかん味もあります。はい、みかん味はちょっと珍しいね。そうみかん味、あとアイスの実、これとかも王道美味しいでしょ。で、まあ、スイカバーか、スイカバーもね王道でしょ。これ知ってる？初めて見た。これが幻の白いスイカバーっていう、気になる。これが新しく出てたのと、あとソーのダブルラムネ味ソーダ&グレープ、これも美味しそう。あとはもういいんじゃない。はいガリガリ君、クーリッシュのダブルキウイビッシュみたいな、これも珍しいね。まああとはもうなんかさあれか、紹介してもって感じ。なんで珍しいところちょっと紹介してこう。ブラックモンブランだって。これも紅茶ラテ、リプトンの紅茶ラテ、これも珍しいよね。珍しいところ知らない。洋梨で、これもね美味しそうなのよ。手軽に食べれるマンゴースティック、うまそう。これも OL 向きだよね絶対、うん、ブルガリア、これ珍しいよね、知らなかった。でなんかワンピースのやつもあるのよ。ワンピースコラボなのかな、アイス。で、あとこれ見たことないのがシマウマウマウマバー。え、待って、飛び出てんですけど。飛び出てる。大丈夫？やべや大丈夫、もっと飛び出てる。、まあ、あとはガリガリ君ゴールデンパイン、うん、大人の。あ、もうこれダメだ、来ちゃってる来ちゃってるやばい。これとかもダメだ、もうごめんなさい。チーズのいちごケーキみたいなやつ、これもダメですちょっとダメなやつがちょっともう。じゃあ順平ダメ、はい、違う俺ダメじゃない、俺まだ溶けてない。俺まだ溶けてない。あと食べたいのこれ一旦食べてみたいな。持ってかないでここら辺まで溶けてるぜ。じゃあ食べたいのはこのスイカバーの白、食べてみたい。あ、いや食べちゃって。何味なの、何味か分かんないわ。うわ、幻。適当に言うなよ。食べていいっすか。どうぞ食べちゃってください。いきます。んスイカ、マジ幻。この色なのにスイカ味、全然スイカ。え、多分ホワイトソーダって書いてあった。本当にマジで当てになんないからね俺らの食レポって。よし、じゃあ僕もいただきます。もうスイカって言われたらスイカじゃない？いや、ホワイトソーダ。いや、お前ずる。完全にホワイトソーダ、これはちょっとごめんなさい、肩持てないわ。うん、おいしい。アイス普段俺全く食べないから、うん、うまいわ。あ、毎日食べる。今冷蔵庫にめっちゃ入ってたからアイス、うん、果物系のアイス、ストックしてる。ごめんなさい、もうこれ全部は食べれないな。何が気になるかな。ちょっと一旦。いや、食べたことあるの多いな、結構。意外と？うん、ある。このリプトンとか行ってみてよ。リプトン紅茶ラテ氷、うまそう。でもうまそうだね。じゃあ俺ちょっとこの手軽に食べられる27カロリーのこのパイン食べてみようと思います。冷凍パインみたいな感じかな。じゃない。あ、もうパインスティックだ。これね、持ち手とかがないんだけど凍ったパインが、うまっ。うるさ、怖っ。うまいの本当にそれ。そんな大声出るってうまいの。俺まだこれ食べてないんだけど。それもう本当ただのパインだね、凍ってる。いただきます。うまっ。かぶせんね、かぶせんね。うまっ。それまあうまそう。てかこれもうまい、めっちゃうまい。鼻切れてる。元気にやってみようと思って今日は。最近自分で見返してもちょっと元気ないなと思って。ゼロか100の女。100で来られても嫌だからね。こんな元気だったら逆にやりづらいから。美味しい、これめっちゃ紅茶だわ。めっちゃ美味しい。これ本当に 100% パインって感じ。ただ本当に凍ってるパインです、うん、これは、うん、うまい、美味しい。ダイエット向けそう。うん、てかいいねこれ、うん、健康的だしマジで、うん、美味しい。え、これ結構うまいんだけど。こう見えて紅茶好きなんだよな。どう見えてるかみんなには分かんないけど。じゃああとはみかん行こうか。そうも、この同じシリーズだよね多分。マンゴーの凍ってるやつかな。これ食べちゃおう。はい、想像通りですね皆さん。ほら、マンゴーが入ってます。すっご
視聴率3 お前ゲップしてんじゃねえよ感想言う前に。本当にこれね、あのね、甘く加工されてない感じなのよ。みかん美味しい。マンゴー美味しい。これ俺パインよりマンゴーの方がうまいかも。うん、美味しい。いただきます。これ美味しい。あ、めっちゃみかん。むちゃくちゃみかんだわ。冷たいのがやっぱ美味しいと思うのかな。美味しいんじゃない夏は。だってデリビア冷たい水の方が好きじゃん。あ、そうなの。うん、だからこっから飲もうとすんじゃん、いつも。冷たい方がいいんだ、うん、あれなんか俺わざと常温にしてたわ。いや、常温の方がいいんだけど。あ、体には。うん、好きなのは冷たいってこと。うん、夏とかだったら冷たいのでもいいかもしれないけど。なるほどね。夏はテディあんま散歩行けないもんね、暑すぎて。そう、だから幼稚園たくさん行って。そうだよね、行って疲れる。だからこの前あやから預かったの。あやが朝から仕事だから朝から預かってて、うん、お泊りしたんですけども。どうだった？いや、本当に疲れてたね。でしょ。帰ってきた瞬間もぐったり、うん、こいつらぐったりすること基本あんまないんだけど、うん、すごかったね。たくさん遊んでもらってるから。だって幼稚園の日とか、うん、いつも寝室で一緒に寝てるんだけど、うん、寝るよって言ったら、うん、二人とも寝室バーって行くのね、うん、だけどベアはもう寝るよって言っても、うん、もう今日は一人で寝かせてってそこを一人で寝て、うん、じゃあ開けとくから来たい時おいでって、うん、でそこも開けて寝室も開けて、うん、朝まで戻ってこない。疲れてるんだね。疲れて。懐かしい。これめちゃくちゃ美味しいんだけど。ガリガリ君、私ガリガリ君通ってないの。え、世代的に？世代っていうか普通に環境的にいろんなこと思い出すわ。この味。元カノ。元カノ。元カノいない。あの元カノ数少なすぎる。それが唯一のコンプレックス。ほんと唯一じゃないけど唯一じゃないけど、ほんと元カノの思い出ないの。やばい。じゃあさ、なんかさ、歌とか聞いたりとかさ、この場所行ってうわー昔来たなーみたいなのないんだ、一度も。カップルのそれはないよ、うん、恋人としての思い出はない、うん、一つあるなら臨海セミナーっていう塾通ってて、うん、そこに二ケツで行ったことあるから俺、うん、彼女と。でもそんなんさ、行かないじゃん、もう。そうね。いや、そうだね。だからさ、この曲聴いてうわこれ元カレとめっちゃ聴いたわとかもうないんでしょ。ない。元カレこの曲好きだったとか。ない。でもまあいいんじゃん、逆にね。いや、でも逆に数少なすぎるから、うん、めっちゃまだ鮮明に覚えてるというか、うん、正直メールのやり取りですら覚えてるよ俺。キモ。中1とかのメールのやり取りめっちゃ覚えてるし。どういうやり取りしてたの。いや、俺ほんとキモくて、これほんと初公開なんだけどこれ絶対これで振られたっていうのがあるんだよ。何？その俺その時ほんとチューしたくてチューの交渉してたんだよね。そう、マジ本当にこれはもう恥ずかしいよ。どうやってどうやって。いや、だからそのチューしてもいいみたいなことをメールで送ってたの、うん、で多分あっちからも多分だからもうめっちゃ覚えてんだけど、雰囲気でみたいな、うんうん、雰囲気でみたいな、まあまあもう普通にね、うん、って言われて、なんか俺のなんかもうキモいことって。でだからその後何、そのもっとキモいのがあるんでしょ、その後も。いや、だから優しくするからみたいな。気持ち悪い。俺本当に気持ち悪い。気持ち悪い。気持ち悪い。帰ってほしい。帰ってほしい。帰ってほしいよね。帰ってほしいわ。その別だから。いや、もう本当にそう、そんなことを送って他は送った気がするっていうか、送ったんだよ。他は何が思い出ってこと、うん、それともキモい。キモメール。いや、だからすごい派生だよ、うん、だからそのおっぱいとかも言ってるよね。おっぱい触っていいとか多分多分言ってるんだよね。お前ただの猿やん。ただの猿やん。本当に多分言ってんのよこれ。え、それで振られたの？で、なんかね、自然消滅みたいな感じだったの、うん、正直、うん、だから別れようみたいなこともなかった気がするんだけど、正直あんま覚えてない。振られたショックとかあんま覚えてないからあれだから。あやも鮮明に覚えてるんだけど、中学とかってカエル化起こしやすいじゃん、うん、まず彼氏のここの生え際、うん、ここがちょっと嫌で、うん、すごい形してたのね。チュロンって。そうそうそう、チュロンって。あー、癖毛でね。そう、うん、でそれでちょっとあってなって、うん、お正月、うん、に明けましておめでとうみたいな、うん、まあ LINE するじゃん、うん、おめでとうみたいな言って、テレビでさ、明治神宮とかのさ、上からこうやってカメラみたいなさ、あってさ、すごいたくさん並んでる人が出るやつあんじゃん、うん、映るね、なんかライブカメラみたいな。そうそう、ライブカメラ、あれに映ってて、うん、もうそれが本当にすごい怪化で。どういうこと、どういうこと、どういうこと。そこに彼氏が映ってたの。え、映ろうとしてたみたいな。え、違う、映っちゃった。たまたま。そう、たまたま。うん、それなんかわかんないけど、すごい怪化しちゃって。いや、全く意味わかんない。そう、意味わかんないじゃん。本当意味わかんなくて、うん、1日に別れを告げた、それを見て。そう、もう本当その時は本当にテレビで旗から見ちゃったみたいな感じなの。本当に理解できない。あ、でも本当に今、本当に理解できない。今じゃ分かんないけど、うん、その時はなぜか、やだってなっちゃって、うん、なんか分かんないけどね、うん、いただきましたおめでとう、別れようみたいな。マジで。何そのナチュラルな別れ方。それでカエル化した覚えはある。今は本当なんでカエル化したか分かんないけど。いや、それはやばいね。それかわいそうだから、うん、自分のプライベートのアカウントがあるのよ、うん、高校の同級生とか中学の同級生とか大学の友達をフォローしてるアカウントがあるんだけど、うん、それで元カノ2人しかいないから、うん、その子とは繋がってないの、うん、けど共通の今のクラス会みたいな集まりあるじゃん、うんうん、その時にいるのよ。俺のことどう思ってんだろうと思って。キモー。
思っちゃうんだよね。そのやっぱ自分で言うのもあれだけどさ、ちょっと、YouTube でさこういう活動してさ、うん、あっちはどう思ってんだろうね。特に俺なんてさ、うん、元カノが本当に2人とかしかいない、うん、ごくわずかなのよ、うん、本当にその2人が俺のことをどう思ってんだろうって超気になる。ね、キモいなと思ってると思う。キモいなと思ってんのかな。晒してやろうかな、あの頃のメールっておっぱい優しく触ってもいいっていう。本当にあれだけは晒さないで頼むから。でも、え、逆にそういうキモい男からのメールとか来なかった、中学生の時とか。うん、来た。来たよね、うん、そうよ、もう中学生なんてもうエロいことしか考えてないから、うん、マジで来るなよ、しちゃうし、うん、しかもその時はなんか晒される怖さとか感じてないのよ、うん、まあね、本当に、うん、けど多分きっと、え、それは女子同士で見せたでした、ちょっとキモくないみたいな。いや、見せないな。よかった、それを見せるのも恥ずい、友達に言うのも恥ずい。ああ、なるほど、あ、そうかそうか、思春期だからね。そう、あ、だから俺もそれだけは救いだ、他の周りにバレてないっていうの。塗ってないと思う。そうのラムネ食べます。ラムネとグレープだね、これ私は、うん、え、ねるねるねるねっぽいぞ、これ味。あと何も言わず食べないで。一応ね、企画的に。いや、これは昔から好きなやつだよ。パルム、なんだっけこれ。ガーナ。ガーナ、ガーナのこれね。あ、もう匂いがねるねるねるねだわ。てか確かねるねるねるねってさ、いただきます、うん、ラムネとグレープじゃなかった。ほうだって味が。うん、これうまっ。そう、これうまいの。高校時代からお世話になってる。もうそれこそこれ板チョコアイスに近くない？近くない。もうみんな大体聞きたかいこと聞きたかんのアイスのレビューはね。で、俺らよりみんなのが知ってるんじゃない、アイスの味に関しては。うん、桃、美味しい桃。うわぁ、キウイかな。キウイっぽくないけどな、あんまり。めっちゃキウイじゃん。めっちゃ桃だわ、これ。めっちゃキウイだよ、これも。美味しい。あー、うまい。俺、こう見えて子供の頃、ゴールデンキウイめっちゃ食べてたのよ。その、家でめっちゃ出てきたんだよね、うん、一時期。中国時代だっけ、あれ。わかんない。一時期ほんとお母さんがゴールデンキウイハマってて、うん、めっちゃ食べてたの。あやが好きだったからだと。あやか、あや、うん、が好きだったのか、うん、昨日さ、久しぶりに空川キッチと飲み行って、ほんと1ヶ月ぶりぐらいかな、うん、そのメンバーで飲みに行くのは、うん、で、三軒茶屋でプラプラしてて、うん、入ってみよう入ってみようみたいな感じで入ったお店が、うん、たまたまおばあさん、うん、お姉さん、おばあさんかな、うん、おばあさん、おばあちゃん、もうひ孫もいるとか言ってたから、うん、もうおばあちゃんが経営してる。おばあちゃん寝てたのよ。で、すいませんみたいな入って、本来はすいませんって言って一元さんお断りの芸能人しか入れないとこなんて。へ、うん、だけどたまたまおばあちゃんが 寝ちゃってたから、うん、俺らすいませんってもう奥まで入っちゃって椅子に座って寝てるか分かんなかったのよ、うん、横見てこうやってたから、うん、すいませんって言ったら、うん、あ、びっくりしたみたいな感じで飲むみたいな、すごい聞かれて、うん、あ、飲んでもいいですかみたいな、時計とか見て、うん、まあ、いっか今日はって言って入れてくれた店なんだけど、うん、本当は起きてたらすいませんって言ったら、あ、ごめんねって言われるの店だった。で、その名前は言えないけど、うん、そのグッズだらけなのよ、うん、来る芸能人の、舞台のポスターだったり、うん、いろいろ貼ってあって、そういう人がいろいろ人が来ますみたいなところで、へーっていう出会い。うん、めちゃくちゃいい場で、これから行きますって言わせてもらったから、うん、次から行けるかなっていう。めっちゃ僕だけ売れてないんですけどって言った。なんか俺もモヤモヤしてたのよ、うん、なんかみんなすごくてみたいな、やっぱ芸能人の話になるから、うん、あ、俺も一応頑張ってるから、まあ、最後言おうみたいな、うん、最初にこうやってかますのはちょっとキモいかなと思うから、うん、お会計終わって、僕も YouTube っていうのやっていてみたいな、うん、YouTuber 稼げてんのみたいな、それだけ食べてきてんのみたいな、うん、一応食べていけてますみたいな、すごいね以上って。あ、もう聞かれなかった、うん、そのどんな名前でやってるのとか言われたら言おうかなと思ってたけど、そこまで聞かれなかったから、うん、あーってなってた、ね、やっぱおばあちゃん世代はどこまで行ってもテレビだよね、うん、本当に YouTuber って言っても、うん、ヒカキンさんぐらいしか分かんないでしょ、うん、おばあちゃん世代とかは。中町兄弟、はい、だいたい食べ終わりました。だいたい食べ終わりました。腹いっぱいですよ、もうアイスで。なんか今さ、よく分かんないけどマネージャーから、あやさん最近ハマってる食べ物って何かあるかなって来たんだけど、うん、なんであやに聞かないの。これってなんかサプライズなんですか。あ、ごめん、あれ、でも特にサプライズされるようなことは特にないよ。なんだこの最近ハマってる食べ物って。で、なんであやに聞かないんだよ。聞いたあやそっちなのか、聞かれてるかも。ワンちゃん最近ハマってる食べ物、最近ハマってる食べ物は自炊とか。でもさ、ハマってる食べ物って難しくない。むずい。あやは分かりやすいじゃん、それあやサラダとかさ、うん、なんかいろいろアサイとかさ、いろいろハマってるもの発信してるじゃん。普通に生きててハマってる食べ物ってないから。確かに俺とかないもん、ハマってる食べ物って。昔からうなぎが好きとか、うん、すき焼きが好きっていうのはあるけど、ハマってるって何っていう。あ、
中華。まだ中華ハマってんの？うん、町中華みたいな。そう、あの汚い系の。そう。あ、そうなんだ。のラーメンが美味しいって感じた。珍しい。そう、それは珍しいわ。タンメンみたいな、うんうんうん、タンタンメンみたいなやつがあって、うん、それがすごい美味しかった。じゃあ鍋二郎とかやりたいね。あー、食べてみたい。 俺もあんまり大食い系じゃないから、見ての通り、うん、二郎系とかあんま好きじゃないっていうか、食べきれないのよ、うん、あんまり。だけどあれ鍋とか二郎に持ってけばいいんだよね、うん、すごいよね。だからちょっと今度鍋二郎やろうとか、次の動画にもね、やめて。やめての最後のさ、会話のやつに全部ね、ベアちゃんって鼻毛出てる人がそういうの鼻毛出てんだから。なんか俺さ、多分さ、鼻毛の生え方が俺出やすいタイプなんだろうね。そうじゃない？だってさ、ちょっと待って、ちょっと待って、やばいよ、過去一のなんか世界記録じゃない？世界記録はありえないと思う。マジでやばい。ちょっと待って、どうしたら見えんの？え、見て。これって鼻毛かな？ちょっと引っ張ってみて。これ、あの、もしかしたらさ、髪の毛とかまつ毛がついてるパターンあるやん。引っ張ってみて。やだー！俺もやだよ。これ痛い可能性あるってことだもんね。ティッシュ挟んででいい？ちょっと待って。こんなことって、あんの？ちょっと待ってよ。ちょっと待って、動かないで。見て。ほら、やばくない？これ。なんかさ、これ、ね、ありえる？ありえる？俺ってこれあり、ね、ありえんの？あれ？まだいる？いるよ。ありえる？これありえんの？これって本当に鼻毛？引っ張っていい？お願いします。お願いします。お願い、鼻毛じゃない、ないでも。だってこんな1日でこんな伸びる？えぐい。いきます。頼む。ポロッと取れてくれ。取れた。あ、鼻毛じゃない。いや、でも多分元祖鼻毛って感じじゃない？元祖。すごくない？世界記録の鼻毛なの。ほら、ね、これ鼻毛だって根元あんじゃん。そう、根元はあるけどさ、そりゃ見せなよ。そうだ、みんな見たいよ、俺の鼻毛って。白だと見やすい。もうちょい白見えてるかな、みんな。これえぐい。これ、ね、えぐい。これ多分鼻毛じゃないわ。鼻毛だよ。いや、こんな鼻毛はありえない。ありえる。ありえない、ありえない。ありえる。バケモンみたいなやつだったら。バケモンみたいなやつだったら。ありえるって。絶対ありえない。これは俺ちょっと、これはちょっと。見せて、反対は。反対もさっきこれよりかは短いけど、反対も。なんで？ちょっと見て、見せて。なんなのこの鼻毛って。ちょっと、もう一回。なんでこの鼻毛取らない？ちょっと待って、これは絶対に鼻毛。あ、これは鼻毛だね。中に押し込むなし。ねえ、なんで鼻毛出んの、そんなに。いや、あのね、俺、鼻毛の生え方だと思うよ。何その。で、あのさ、このさ、みんなって、ここの、ここに鼻毛って入る。この、ここ、ここ。入るんじゃない？入るでしょ。ここが、もう、ほんと丸見えだから、俺って。わかる？この、もう、まあ、確かに何もしてなくても、この鼻毛がさ、見えてる状態というか、なんて言うんだろう。ね、うん、だから、剃っても剃っても、ちょっと生えてくるだけで、もう出ちゃうの、外に。うん、フリじゃないこれ。フリかもね。え、ちょっとフリな話してるよね、これ。あやと違う鼻の形。いや、全然違う。だって俺多分ね、ここのなんていうの、これなんていうんだっけ、このここが穴よりも前に出てるのよ。内側のここがここよりも下に。もういいって、お前の言い訳。言い訳じゃなくて、お前の言い訳。いや、言い訳っていうか、だから鼻毛が出ちゃいますって。だから誰にアピールしてんの、それ。え、未来の嫁。カエル化されないよ。いや、これほんと毎日剃るしかないじゃん。毎日だよ。え、毎日逆に剃ってないの？剃ってない。なんで女の子は生えない？え、マジで生えない。すごいね。うん、でもその分なんか風邪は引きやすい。内緒でかい。いや、それ関係ある？え、マジマジ。いや、ほんと鼻毛少なすぎて、うん、すぐなんか喉痛くなったりとか。吸い込んじゃって。吸い込んじゃって風邪も引きやすいし。でも本当にあるかもね。あれ、マジで本当に俺風邪ひかないから。うん、いや、マジであると思う。鼻毛の量でもしかしたらあるね、これは。うん、ほんと鼻毛愛少ないからね、すぐ病気になる。え、じゃあ鼻くそたまらない？むしろ鼻くそたまんない。鼻毛に基本住んでるもんね、鼻くそって。うん、鼻くそたまんない。俺、鼻くそ心臓だから。うん、やっぱ全部止めてくれてんだよね。うん、吸ってるの鼻くそで。うん、だから鼻水とかも、鼻くそって鼻水の塊とかじゃん、多分。知らんけど。ああ、そうそうだね。あんまキモいけどとか、うん、あといろんなゴミとか、ほこりとかじゃん。うん、あやはもうたまんないから、そのまますぐ入ってきちゃうし、うん、鼻水もたらーってすぐ垂れてきちゃう。うん、ストッパーがないんだ。ストッパーマジでない。
ない。はあ、まあないものねだり。ないものねだりだね。いや、前はこっちでよかった。いや、俺もそっちが一緒。そのないものねだりってさ、お互いがお互いいいねだけど、こっち嫌だから。普通に嫌だから。あやもこっち嫌だ。こっちでよかった。でも俺女性で鼻毛が出てるの本当見たことないわ。でしょ。人生で一度も見たことない。うん、女の人って鼻毛出てるとこ確か見たことない。てか毎日鏡でメイクするからかな。あー、わかるのかも。わかる、出てても、うん、なんかさ、脱毛って脱毛した1週間ぐらいは逆に濃くなるの。わかる。え、わかんない。あやもともと薄いから体とかあんまないんだけど、ヒゲ、うん、とかは今逆に濃くない。うん、濃い。これ脱毛のあれ行って2日5ぐらいなんだけど、うん、逆に濃くなるんだよ、1回、うん、で、TGC なの、うん、でも最悪。TGC のさ、メイクさんにさ、この人ヒゲ濃いなって思われるじゃん。の前に、鼻毛すごいなだから大丈夫。絶対剃ってくる、絶対剃ってくる。そのヒゲ恥ずかしいよ。デフォルトより濃いのよ、今。ちょっと、早く抜けねえかな。じゃあマスクしたら。マスクして歩けばいいじゃん。嫌じゃん、感じ悪くない。そんなのね。やめてね、テリーのやつ、最後のやっちゃうんだよ。ほんとにテディベアいると最近ずっとやっちゃうんだよ。空と川とか喋るときも、うん、ねえテディーと、ねえベア言っちゃうね。楽しかった。お泊まり会、お泊まり会超楽しかったよね。一緒に寝た。一緒に寝たけど、やっぱベアってちょっと足元で寝る傾向ある。うん、足元で寝る。そうだよね、なんか、うん、ベアもう無理やりこう連れ込んでこうやってんだけど、こうやっていって足元に行っちゃう。うん、足元で。で、テディーは横に来る。うん、ね、まあ、やったまたやっちゃった。寝言すごくない、ベア。うん、そうだね。結構すごいよね。で、動く、テディめっちゃ。あ、動く。テディ足、こう、急にカカッてやったりする。あっ！ね。この間、カズレーザーと学ぶで、睡眠の質みたいなやつをやってて、うん、最近、酔っ払いすぎて、起きたらまたリビングで寝てたの。うん。ソファーでね。メイクも落とさずみたいな。メイクは落としてた。メイク落としてお風呂も入って、多分、もうダメだってなって、テディベア触りながら寝たんだの。うんうんうん。何時に帰ってきたんだろうとか見たくて、うんうん、ペットカメラで自分の様子見ようと思って。え、やだ、そのベロベロの記憶ない時の映像を見るの自分の。え、でも全然普通だよ。あ、普通なんだ。普通なんだけど、うん、はぁって言って多分、まあ、寝て、うん、朝日が入ってきて、うん、日が当たらないように頑張って、うん、記憶はないんだけど、うん、こっちに行ったりこっちに行ったり頭をしてて、うん、で、なんか面白くなっちゃって、うん、ずっと見てたの自分の睡眠を、うん、そしたらあやって寝ながら何度もこうやって足をこうやって伸ばして、うん、こうやってストレッチするの。ストレッチしてて。え、それはここだからってこと？ちょっと窮屈だから。え、わかんない、うん、でもその足を回す行為っていうのはあんまり良くないらしくて、うん、学んだんだ、カズレーザー。その、カズレーザーで学ばせていただいた。でも自分のさ、寝てる姿って見たことないじゃん。見たことない。それ見てみたくない？見てみたいし、でも俺はドッキリで一回本当に鼻くそこねてる。あ、うんうん、ある映像であるよね、うん、何の動画だっけあれ。 TGC 始まってるドッキリ。 TGC 始まってるドッキリって昔の動画あるんだけど。なんかまず何それドッキリ。 TGC 始まってるドッキリ。じゃああやなんでいいんだよ。びっくりだし。ドッキリっていうか。っていうやつで俺無意識に鼻くそをじって。順平とかヤバそう、寝ながらこういろいろヤバそうだよね、うん、キモそうだよね。キモそう。でも俺めっちゃ言われるのは、うたた寝とかするじゃん、うん、車の中とかも、うん、でもビクッてめちゃめちゃすんなと思って、うん、って言われる。じゃあよくないじゃん。あれってよくないのかな。てかなんでなっちゃうんだあれ。あれってもうこの体勢だと死ぬよっていう合図で。なんかヤバいよっていう合図でビクッてやって起こすんだって。へえ、体が今きついよっていう。そう、きついよっていう、ね、その体勢やめなっていう合図らしいよ、うん、あ、そうなんだ。俺めっちゃビクッてするから、うん、マジで。あと夏はね、やっぱ冷たいところ探しがちだよね。あー、確かに。布団の、うん、もう枕とか取っても枕の下とかやっ、マジで？いろいろやっちゃってるね、俺。いろいろやりすぎじゃない？え、てかさ、テディベアってさ、歯抜けないの？ちっちゃい時抜けたよ。え、もう全部抜けた？うん、抜けた。あ、抜けたんだ。歯磨きは？してるよ。してる？うん。毎日してる？うん。偉いね、ありがとう。俺したことないから、テディベアの歯磨き。俺とお友達って歯磨きしないもんね。だけど、あの別に好かれてない。いや、好かれてる。どう考えても好かれてるだろ。あやってさ、どこ行くにもついてくる。うん。そうだよね、やっぱりそうだよね、うん、いい枕ない？枕はね、あんまね、気にしないタイプなの。俺枕最近欲しくて、本当にマジで首が毎日痛い。へー。もう毎日痛いです。起きて毎日首がもう…でもさ、それ枕買ってないってことはまだいけるね。いや、本当に痛かったら、だって明日にでも今日にでも買いに行ってるもん。いや、俺もうAmazonでめっちゃ調べてる。結局何がいいか分かんないのよ。で、今の俺枕もオーダーで一応作ったのよ、うん、本当になんかこう高さをやって。てかあれじゃない、頭がでかいからさ、うん、人よりも重いわけじゃん、うん、だから負担がすごいんだよ。あ、この首生きてるってこと？首とか。そう、生きてて、うんうんうん、どんな枕使っても意味ないと思う。え、やば、きっつ、顔でかいの。顔でかいのマジきついんだけど。しかも俺仰向けっていうの、この真上を見て寝ることができないの、うん、これって問題あり？いや、あやもまっすぐ無理。
でも横で寝ると骨が曲がってよくないって言うじゃん、うん、けどまっすぐ俺まっすぐ意識してんの本当に、うん、一番最初のフォルムはこうやって寝るんだけど、うん、やっぱりなんか腰とかが腰が痛くなる痛くなってこうしちゃう、うん、でここら辺が痛くなったりするのよ、うん、これどうしたものかね。じゃあさ腰になんか入れるのかな逆に。じゃあさ寝なければいいんじゃない。やばいっしょやばいっしょ、ね、寝てない人見たことないっしょ睡眠の質マジであげたいあげたいわ。カズレーザーに教えてもらえばカズレーザーに直々に俺のためだけにやってくれるカズレーザーの知識カズレーザー街で見たことある。ないない、うん、あ、 ある何度も何その自慢でも本当に真っ赤なんだよね。マジで真っ赤。普段も真っ赤らしい。マジで真っ赤なの。なんか本当すぐ分かる。なんだっけ、なんで真っ赤なんだっけ。戦隊物に憧れてたんだっけ。へえ。赤が好き、なんか赤がめっちゃ好きなのとにかくね。それさカズレーザーを学んでるじゃない今カズレーザーのルーツを学ませていただいてます今。でもすごいよね、頭いい界隈というかさ、うん、頭いいとさやっぱいいよね。うん、何でもね。だって芦田愛菜ちゃんとかもそうじゃん。芦田愛菜ちゃんって俺お父さんに純平芦田愛菜と結婚すればいいって言われてるそうなの。家族 お父さん芦田愛菜ちゃんって大好きなのよ、うん、もう大好きで、うん、むしろその気持ち俺も分かるぐらい、うん、赤ちゃんから知ってるからさ、うん、赤ちゃん愛菜ちゃんのことをね、うん、愛菜ちゃんとか福君は強くない。強い。あの子供の時をさ知ってるのってさ、うん、なんか愛着湧くじゃん、うん、すごい。福君とかも今仮面ライダーやったりしてるけどさ。へえー、そうなんだ。それも含めなんかうわいいね福君であんな赤ちゃんだったのにって。なんか友達とさ自分が CM 作るってなったら、うん、誰起業するみたいな話を起業ね。そう、うん、したのね、うん、それでいろいろ考えて、それこそ K-POP アイドルとか俳優とかね、いろいろ考えたんだけど、マナちゃんが一番いいと思ったよ。芦田マナちゃんいいね。あ、芦田マナちゃんか、中リーサちゃん選ぶって言ったの。あー、うんうんうん。それも、芦田マナちゃんって賢くて頭良くて、何も汚れてないじゃん。マナちゃんが洗練してるやつってなんかすっごい良さそうに見えない。見えるね。見えるじゃん。歯磨き粉とかもさ、やってたらさ、なんかすごい良さそうに見えたりとかさ。で、中リーサちゃんはさ、YouTube もすごくて、モデルもやって、あと家族のイメージもあるしね。ね、すごいなんていうのキラキラした感じだからさ、うん、この二人がすごくいいんじゃないかと思って。だからやっぱ若い子だけに人気とかじゃないんだよね。そう、 CM は大人にどれだけ好かれてるか、うん、バーベキューソース、うん、焼肉のタレの CM 誰、うん、うまーの、あの家族4人、家族4人、お父さん役、お父さんとお母さん。俺も男は決まってる。でもそれこそ中リーサ家族かも。あー、なるほどね。俺は汗だくの小栗旬。ああ、汗だく、ちょっと汗かいて、うめえ、うん、って言って子供とかにも食べろ食べろ、ノー汗だく小栗旬、うん、とお嫁さん誰だろうな。てかさ、すごいのがさ、やっぱさ、お嫁さんがいる人が違うお嫁さんと CM やったりするじゃん、うん、あれってどういうこと。すごいよね、イメージがつかない。 YouTube だったらありえない。例えばナコナコカップルのなごみちゃんと、うん、例えば俺が夫婦役で CM やるとか、うん、ありえないことじゃん、うん、意味わかんないじゃん。それが芸能人って起きてるじゃん、うん、それはすごいなと思う。すごい、本当に。しかも本当の家族に見えるし、うん、確かに俺芦田愛菜ちゃん会いたい普通にね普通にはい、ということでこんな感じで。ちょっと待って、考えてみたらさ、テディ46分間遊び続けてない。むしろ動画撮ってる時が一番遊んであげてるかもね、うん、むしろ、うん、もうほんとだってずっとこれでこれは母ぐん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 言われたらちょっと動画に支障出るから、うん、檻入れろって話なんだよはい、ということでこんな感じでセブンのコンビニアイス全種類買ってみました、はい、食べてないです、買ってみました。どうでしたか。美味しかったです。一番美味しかったのはこれ、抹茶ラテリプトン。あ、リプトンね。はい、これです。僕はほんと何て言ってもガリガリ君、ソーダ味、本当に美味しかったです。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載、お願いします。じゃあねBody's moving to the beat. We going up. じゃあね。
じゃあね、だってよ。よし。おいよー。わ、かわいい。めっちゃかわいい。ねえ。テディってベロ綺麗だよね。綺麗。あ、白もあんの。白もあります。これジャスタヌーンです。はい、これ白も、白、緑、黒か、白、カーキ、黒、白、カーキ、黒があります。これメンズもあるんで、はい、ぜひチェックしてください。概要欄にジャスタヌーン貼ってます。チェケラー。チェケラー、やだ、見たくねえな。チェケラー、ナマステみたいな感じ。レイちゃん、あ、あれ行っちゃったよ。行っちゃった、行っちゃった。うわ、あやがいないと怒られないからってそうやってすぐつまみ食い考えてんだ。ほら、さよなら。